皆さんこんにちは、皮膚科医の小林智子です。今回は40代のスキンケアのポイントについて解説したいなと思います。でこれまで私の動画では20代、30代とそのスキンケアのポイントについて解説してきてるんですけども、今回はいよいよ40代です。で視聴者の方の中にはもしかしたら20代、30代のスキンケアはご覧になっていないという方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、ぜひですねそちらの動画も今回の解説と大きく関係してきていますので、ぜひ合わせてご覧になっていただくこともお勧めします。では早速ですね、40代になってくるとどういった肌の変化が訪れるかというところから解説したいなと思うんですけれども、一言で言うと肌のですね、様々なエイジングサインといったようなものがより顕在化してくる、そういった世代です。要は30代の時はなんとなく気のせいかなと感じていたようなシミ、シワ、たるみといったような症状が40代になってくるとますますですね明らかな形として認めるというようなことが多いです。でこのエイジングサインについてもう少しですね皮膚科学的な視点で分類してみると、主に3つの変化に分けられます。まず1つが色調の変化です。でこれはですね、まずはシミなんですけれども、シミの中でも例えば老人性色素斑と言われるようなものや肝斑、炎症後色素沈着、若乱斑などといったような感じで、シミと一言で言っても様々なタイプのシミがあるんですけれども、いずれのシミもですね紫外線によって悪化します。でこの紫外線による肌の老化のことを光老化というふうに言うんですけれども、こういったまあ光老化というのはシミだけでなくってシワやたるみの原因にもなってきます。でこれにはまずは一つコラーゲンといったようなものが大きく関わってくるんですけれども、このコラーゲンが20代後半以降少しずつ減ってくるんですけれども、紫外線ダメージを受けるとよりですねその低下が加速してしまってコラーゲンの質の低下にもつながります。なのでそういったシミだけでなくってシワ、たるみといったようなものもよりですね紫外線ダメージを受けると認められやすくなってしまいますので、40代の方というのは紫外線対策が特に重要となってくるというようなことがお分かりいただけるかと思います。で少し話が戻りまして、色調の変化なんですけれども、シミだけでなくって赤みというような症状も40代以降の方で認めるケースが多くなってきます。でこれはなぜかというと、加齢によってですね私たちの皮膚の表面にある表皮といったようなところは少しずつ薄くなってくるんですけれども、薄くなることによってその下にある真皮に存在している血管がですねより浮き出る傾向になってくるからです。なので例えば毛細血管拡張などといったですね、そういった赤みを認めるケースが増えてきますので、シミだけでなく赤みといったような要は色ムラが生じやすいというのも40代以降のエイジングサインの一つということはぜひ押さえていただけたらと思います。で次にですねキメの変化です。でキメというのは一言で言うと私たちの肌の一番表面にある構造のことを言うんですけれども、キメが整っているとですね光をきれいに反射することができるので、より明るくきれいな印象を与えることができます。でこのキメにはですね様々な要因が関係しているんですけれども、その一番の原因はターンオーバーと言われる肌の生まれ変わりで、このターンオーバーというのは加齢によって少しずつ低下してきます。なのでそういったターンオーバーの乱れによって肌のごわつきを感じられやすくなってきたり、あとは先ほど申し上げたようなキメの低下にもなってきてしまいますので、そういった肌表面のですね変化を認められやすくなってきます。で最後に3つ目がボリュームの変化です。でボリュームというのは肌だけでなくってその下にあるですね、例えば筋肉や骨といったような構造も大きく実は関わっていて、でこれらがですね加齢によって少しずつボリュームが低下してきます。要は脂肪や筋肉、骨といったような構造物が加齢によって萎縮してきて、でそれによってその上にあるですね皮膚が余ってしまうことによってフェイスラインのもたつきだったり、要はたるみといったような症状につながります。
なのでこれらの3つのポイントを押さえた上でどういったケアが必要になってくるかというようなことを次に解説したいなと思うんですけれども、まずスキンケアに関して言うと、基本的には20代30代のスキンケアのポイントをそのまま40代以降も継続していただくことが重要となります。つまり基本のスキンケア、洗顔、保湿、UV ケアを徹底するということです。先ほど解説したように紫外線ダメージというのはあらゆるエイジングサインの原因になってきますので、40代以降は特に遮光を徹底するように心がけるようにしてください。次に美容成分なんですけれども、以前の動画で20代後半以降はレチノイドを取り入れることをお勧めしますというようなことをお話ししたんですけれども、レチノイド、あとは30代以降はペプチドですね、最近動画でも解説したんですけれども、こういった成分をうまく取り入れていくことが肌のハリの改善やキメの改善につながっていきますのでおすすめです。ただですね、加齢によるエイジングサインというのは先ほど説明したように肌表面の変化だけでなくって、それより深いところの筋肉や骨といった構造も大きな影響を受けますので、スキンケアだけでは不十分ということはお分かりいただけるかと思います。で、こういった筋肉や骨などの変化に対してはよりトータルなアプローチが必要になってきます。で、具体的にはまずは生活習慣です。生活習慣というのは具体的に食事、運動、睡眠といったような行為を言うんですけれども、こういったことを見直していただくことによって肌だけでなくって筋肉や骨のですね、エイジングのケアにもつながりますので、ぜひ生活習慣も一度見直していただくことをお勧めします。特にですね、食事などによって大きな影響を受ける糖化ストレスという老化の原因があるんですけれども、この糖化ストレスは40代以降その個人差がより顕著となってくることが分かっています。なので以前の動画などでも糖化ストレスに対するケアのポイントなど解説していますので、ぜひそちらも合わせてご覧いただくことをお勧めします。次に美容医療です。先ほどお話ししたようにエイジングサインというのは肌だけでなくってその奥の構造も大きな影響を受けますので、スキンケアで全て行うには限界があります。なのでそういった奥の変化に対しては美容医療が特に有効になってきますので、ぜひそのポイントを押さえていただけたらというふうに思います。で、具体的にどんな美容医療があるかっていうようなことを先ほどの3つの変化を踏まえて解説したいと思うんですけれども、まず1つ色調の変化に対してはレーザーなどが適用となってきます。ただですね、先ほど申し上げたシミだけでなくって毛細血管拡張などといった赤みも気になるというような、いわゆる色ムラが気になるというような方にとっては光治療が有効となってきます。光治療というのはレーザーのように特定の波長ではなくって様々な波長を採用していますので、シミの原因であるメラニンだけでなくって赤みの原因であるヘモグロビンにも効かせることができるのが一つ特徴です。なので色ムラがあるというような方は光治療も一つ選択肢として考えていただくといいんじゃないかなと思います。で、次にですね、キメの変化に対する施術なんですけれども、これは肌の再生を促すような施術が一つ有効となってきます。具体的にはまずはピーリングですね。ピーリングについてはまた別の動画で解説しているんですけれども、強い酸によって皮膚の一部を剥がし取ってターンオーバーを促すことによってさまざまな美白効果を得るというようなことを目的とする医療行為です。で、他にも例えばフラクショナルレーザーやダーマペンといったような、そういった施術も肌の再生を促すような施術となってきますので一つ有効です。最後にですね、ボリュームの変化に対する美容施術なんですけれども、これには例えば一つハイフが挙げられます。ハイフというのは超音波治療なんですけれども、比較的深いところまで熱を届けられることが一つ特徴で、具体的には筋膜といって筋肉を覆っている膜のところまで熱を届けることができます。で、加齢によって筋肉を覆っている筋膜もですね、緩んできてそれもたるみの原因になっているということが分かっていますので、そこに熱を入れることでリフトアップ効果、要はたるみの改善が可能です。同じくですね、フェイスリフトといって糸を使った施術も近年人気となっているんですけれども、そういったフェイスリフトも筋膜にアプローチすることでたるみの改善をもたらす、そういった施術になりますので、たるみが気になるというような方は一度相談していただくことをお勧めします。
あとはですね、ボリュームの低下によって苔が気になるという方も中にはいらっしゃるかと思います。そういったボリュームのロスに対してはフィラーといって、いわゆるヒアルロン酸などの施術が有効です。で、以前はですね、ヒアルロン酸は例えばほうれい線に対してそのほうれい線の上にそのまま入れるような、そういったやり方が中心だったんですけども、近年はですね、個人個人のボリュームの低下に合わせて少しずついろいろな場所にヒアルロン酸を入れていくような施術が人気となっていますので、そういった施術もあるというようなことは一つ押さえていただくといいんじゃないかなと思います。ということで、今回は40代のスキンケアについてそのポイントを解説させていただきました。冒頭でも説明したように、40代のスキンケアのポイントというのは実は20代30代のポイントをそのまま踏襲するような形となりますので、まだご覧になっていないという方はぜひそちらも合わせてチェックしていただくといいんじゃないかなと思います。ということで、今回の動画は以上です。それでは。